はい、こんにちは、ひよじです。あ、これは日本語です。黒は私の大事な弟子、エイル君でございます。関西圏の院生です。彼は黒で、多分線ですね。相手は、尊敬される、今村俊哉先生。まあ、京都に住んでいますよね。奥様も私の、はい、親友です。で、エイル君は、こちらが一つ、二つ、はい。エル君が黒で、頑張ってね、結構頑張って検討したいと思います。じゃあ、彼は成長した、エル君の大事な弟子なんですけれども、まだ少し、もうちょっと頑張れ。頑張ってください。今頃の韓国は、特に米国は新型ウイルスのとこで、まあ、危ないところになっちゃいましたよね。そして、国としてなんか危ないところになっちゃいましたよね。今頃は、みんな、ご体を気をつけてください。ご体のことを気をつけてください。私もまあ、マスクはしながらいろいろ、まあ、気をつけたいと思って、思うんだけど、本日も、学生さんは一人も来なかったです。で、それから、私は授業があってこれから行ったんですけれども、ただネットで、まあ、教えたり、ネットで売ったりしてますし、まあ、それは、意外ではないね。仕方ないでしょ。で、手を抜いてここを打つのはいいです。まあ実はこれ、責められてちょっと気持ち悪いんですけれども、この手いいですよ。で、そして、今村先生は、なんだか相手がエル君ね、エル君が今褒められていますよ。なぜかというと、それは、ちょっとだけ白の方がちょっと甘いっていう感じで。まあもしかして、こっちの方打ったらもっと厳しいだと思います。ですけれども、なんか機械を上げるで、機械をもらっている感じでここ打ったよ。ね、この点も悪くはないんですけれども、やっぱり込みなし一曲なら、やっぱりこちらの方がいいと思いますよ。まあ、今村先生のミスではなくて、なんか、エル君、まあ、そのままでいいじゃんっていう意味です。でも、ここで、黒が、何か間違えちゃって、ここ打ったでしょ？これミスだよ。で、必ずこれはミスで、諦めて、この手がいいです。で、実は、まあ、これは、当然なことでしょ？これは。これ打って、例えば、まあ、確かこの手がちょっと心配でしょ？この手が確か心配なんで、ここ打ったんですけれども、その調子なら、どうやって、こうやって、こちらの方がいいと思います。まあ、それは全然取られないんで。で、それどころか、その調子なら、知性より上手いでしょ？多分、多倍線ならこちらの方がいいと思う。私はそう思いますけれども。この手打ったら、多分、この手が痛いですよね。まあそして、高い線ならちょっと甘いっていう感じです。まあ線なら OK です。込みなしで。確かこれ、込みなし一曲なんですけども、今頃、黒がちょっと危ない。まあなんとなく生きるのは、はい。それは可能ですけれども、ちょっと、こっちやられちゃって、こっちもやられちゃって、今頃、白は先手になっちゃって、黒がちょっと問題でしょ。で、手を抜いてここ打ったよ。で、ここで打って、これは定石なんですよ。定石、まあ確かにここで頑張らないとね。黒、はい。じゃあでもエイル君は、今頃のエイル君は精神力として頑張ったよ。ちょっと、まあ、手を伸ばして、ここで打って、まあ、そんなに悪くはない。ですけれども、やっぱり一流プロ棋士
なりたいのならもっと甘くない、そういう厳しい激しい戦いを目指して、まあ、いけばもっとよろしいと思います。師匠として私は、今村先生はやっぱり強いです。今村先生は普通で、それはただの定石を、はい、ただの定石ですけれども、白は悪くないんです。じゃあ次の一手は、次の一手はどうなるかな。次の一手、ここ中央のことなんです。やっぱり一局は中央が、まあ、いつでも勝負のところなんですよね。この手が、まあ、一応先手だし、まあ、例えばここを打ったらもっと中央の方は広がるっていう感じです。でここを打って、まあ、コミがあったら白有利、コミなしでも、まあ、あまり悪くないんで、でここでここ打ったでしょ、まあ、一応いいですよ、この手いいです。まあ、実はまあここ打ったら、はい、でこれからもっと厳しくなりました。ここってあそれちょっと痛いでしょ、でもこの手いいですよ。この手はやっぱり 今はいいところなんですし、やっぱり力強くなりました。でここで切られて、やっぱりあの今村俊也先生らしいそういう作戦だと思いますよ。私は今頃黒はこの黒、まあ、まだ二目ないでしょ、ですからやっぱり気にしなきゃいけないんですね。やっぱりあの今村先生は L君に勝つより、なんかやっぱり彼の、まあ、可能性のことを考えながら打つ、そういう気持ちになりますよ。まあ、まあ、勝つのもよろしいんですけれども、やっぱり例えばそうよ、もしかしてそう打ったらまだ二目ないでしょ、二目ないんで、例えばこうやって、あちょっと気にし、まあちょっとあの、まあやっぱり気持ちは悪いんですけれども、やっぱりこうやって打つのはあのと、あ例えばこう打つとこれが先手になります。こう打つとこれは先手でしょ、ここ打たなきゃね、ね、そしてもうまあその中してもいいだと思いますけれども、ここ打ったら、まあ、もっと積極な、積極的の作戦だと思いますよ。で、ここ打って、これも作戦ですよ。先生の作戦は、手を捨て、捨てたりして、これ、あの、二目を捨てたりして、先手で何かをしたいと思う、そういう感じです。はい。で、ここ打って、これ先手でしょ？これはあの羽が残っていて、あの羽が残っていて、ちょっと、まあ、白も気持ち悪いという意味です。まあ、先生は最初あんまり、まあ、攻めるのはまだだと思いますよね。まあ、白地として悪くないという意味です。そしてここってあのエルクの最後を見ながら。いいところなんですよね。まあ実はここ打ったらもうもっといいかなと思いますけれども、まあ、ただここ打ってもよろしいですよ。これはなんかあは賑やかな、まあかっこいいっていう感じでもう悪くはないです。はい、才能を感じながら見てますし、はい。でここ打ってあの面白くなりました。で、やっぱり私が言いたいのは、やっぱり中央のことが一番大事なんで、変化も
あの主要な変化も難しくなりますよ。今頃エイル君の出力は主要な変化ももっと難しくなって、もっと激しい戦してくださいって意味です。じゃあ先生の月、あーすごいですね。それちょっと痛いでしょ。まあやっぱり白が悪くないと思いますよ。まあなぜかというとこの点が大きいでしょ。今頃白地がもっと多いかなっていう感じですね。これ先手だし、ここ打ったでしょ。やっぱり OK 悪くない。じゃあいずれはエル君もプロになるって、今村先生や井山先生、はい、に関して、それは立派な棋士になってくださいっていう意味で私たち頑張っていますよ。まあエル君の囲碁はこれからでしょ。棋士になって、棋戦でも、まあ、勝ったり上がったりしてください。はい、師匠として私の、はい、願いはそうですよね。で、ここって、やっぱり、この手はいいんだけど、でもこの手はちょっと危ないでしょ？まあ、エル君が言う通りです。実は、なんか実戦でも何か問題があって、やっぱりこの手は、この手なら、確かこうやって、まあ、あるいはこうやって、まあ、あんまり問題ないでしょ。確か こちらの方がいいかもね。でもこの手は、エル君が言う通りです。実は、この手が先手なんで、で、お二人が多分見えなかった。実戦ではあんまり見えなくて、形勢判断は激しいだったでしょ。形勢判断よりして何か白が悪くないっていう意味です。ですけれども、やっぱりこうやって打ったらあんまり問題ないんですけれども、今頃こう打ったでしょ。負けたら、多分負け、まあ結局負けましたけれども、どうやって、この手は先生のミスですよね。まあ見たら今頃、試合が終わりましたこれ、まあ実戦ならちょっと、難しいですね。まあ実戦なら気づいてにくいだと思いますけども、やっぱりこの手打って先手によって、まあ対局が終わるところなんですよ。でも実戦は実はこっち打って長い局になりましたよね。先生もミスして、実戦は実戦で何かを見るのが難しいところなんです。でも面白いでしょ。今これ A 君はちょっとだけ甘いっていう感じです。でもそのちょっとだけっていう意味はもう少し激しい戦いをしたら、もうはい、もうすでにプロになる予定です。まあ早くさっさとプロになって、激しい戦いに参加したらほしい。まあだとするともうちょっと面白くなりますよ。ね。エル君はもうちょっと頑張ったら、まあもうすでにプロになる。私たちの目標は一応今年なんですよ。まあ今年まだ3月なんで、今2級でしょ。で、今年プロになったら、これからもっと、まあ、まだ中学生なのに、まだ可能性がありますよね。ですけれども、今頃のエル君は、もうちょっと悩んで、で中央のところ、もうちょっと頑張って、今頃、調整もしているし、予選も、
ただあのよく見えますし、まあ、いろいろ見えますよ。ですけれども、なんか、今頃のエイル君は、まあ、その手を見ていると、なんか、中のことが大事だなっていう意味で、まあ、今打っていますけれども、もうちょっと激しい戦いを目指してくださいね。そして、有利なところですよ。有利なところで、なんか、エイル君は、なんか、あの態度として甘くなっちゃいます。態度は、有利からなんか危ないところはもう嫌です。で、そしてなんか、なんか態度として弱くなっちゃいました。ですけれども、有利なところで、実は危ないっていう感じです。有利なところで、あ、自分が有利だと思ったら、もっと危ない条件です。まあ確かあのパク先生言う通り、聞きはチャンスで、チャンスは聞きだっていう意味だ。それですよね。ですけれども、もっと緊張して頑張れば、それ今のエイル君の実力なら多分守る、もっとあの守りやすいかもしれない。まあそんなに心配しなくてもいい。で、次の一曲見てもらう。